はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血やがいになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、去年の12月の、ね、下旬からね、悪性リンパ腫で入院してる、その治療してるね、笠井アナウンサーなんですけどもね、抗がん剤でね、また白血球の数値がね、また下がってきたようですね。またって言いましたけども、治療のためにはね、何回もね、抗がん剤をしないとね、いけない場合があります。そんな抗がん剤の働きなんですけどもね、血液のがんをね、すると抗がん剤をするとですね、血液中のがん細胞の細胞分裂の過程に、ね、働いてですね、がん細胞の増殖を防いだり、細胞がね、成長するのに必要な、ね、物質を作らせないというね、あるいはですね、過剰に生産をさせないようにしてがん細胞の死滅を促します。このようにね、抗がん剤はね、どんどん分裂していく、その増殖していくがん細胞に作用する薬でございます。というようにね、がん細胞に作用する抗がん剤での治療を、ね、行うんですけども、それがね、1回で終わる患者さんもいてればね、何回も何回も何ヶ月にもわたってね、抗がん剤を繰り返す患者さんもいてます。そしてそんなね、抗がん剤を繰り返していくとですね、がん細胞だけじゃなくてですね、正常な細胞にも影響が出てきます。どんな影響が出てくるかとね、言いますとですね、正常なね、細胞でもね、分裂速度か、分裂速度のね、速い血液細胞ね、とか、血液のがんとかの細胞なんですけども、その血液細胞っていうのと、その口腔粘膜、口の中の粘膜ね、とね、胃腸の粘膜ね、胃と腸の粘膜ですね、毛根の細胞などはね、抗がん剤の作用をね、すごいね、影響を受けやすくてですね、あとその白血球の減少によってね、感染しやすくなったり、貧血、出血、吐き気、口内炎、先ほど言った口内炎ね、あと下痢とね、味覚の変化ね、それも口の中なんですけども、あと、ね、脱毛ね、先ほども言った毛根の細胞の影響を受けやすくて、脱毛すると。あとその皮膚の障害、ね、僕もガサガサになったりね、このシミとかもそうなんですけども、あとは爪ね、爪がすごい乾燥したかのように縦に線がいったりね、爪の表面がね、こうボコボコボコって波打ったりするのがあるんですけども、そういう風な副作用が現れます。またそのね、体の内部で言うたらですね、心臓、肝臓、膀胱ね、肺とかね、神経組織の細胞がね、影響を受けやすくなることもあってですね、あとね、生殖器ですね、そういったところにも影響が及ぶことがあります。いろんなところにね、影響を与えてしまう抗がん剤のね、副作用ですけどもね、これもね、抗がん剤の種類やね、投与される患者さんの状態によってね、症状が異なります。異なるんですけども、大体みんな似たような症状がね、出ます。大体そのタイミングっていうんですかね、その出てくる順番がね、違うので、みんなこれぐらいのね、症状が出ますぜってね、いう説明をね、されます。といった感じでですね、体に様々な影響が出るので、感染症予防のためにね、面会制限がですね、今なんかそうじゃないですか、流行ってるコロナウイルスのことで、病院側もね、完全に面会制限とかね、取ってるみたいですよ。あとは食事制限ですね、それとか、あと入院中の患者さんがね、クリーンルームと呼ばれる、無菌室っていうのがあるんですけども、そういうところでね、入院されてたらですね、そこからの外出禁止がね、発令されたりします。その病院の中のね、コンビニとかあるんですけどね、そういうところも行けなくなるしね、生野菜もあかんくなるし、果物とかもね、しばらくね、食べれなくなるという縛りがね、結構精神的にね、効いてきます。でもそれもこれもね、白血球の減少が原因なんですけどもね、その白血球というのはですね、主に体の免疫力としてね、働くんですけども、その白血球もね、血液の細胞の一つなので、抗がん剤によって破壊されて、効力を失います。先ほどもお話ししましたけども、白血球の減少によってね、免疫力が低下して、感染しやすくなったりとかね、貧血、出血、吐き気、口内炎、下痢、味覚の変化、脱毛、皮膚の障害、爪の変化などの症状がね、出ます。
まあ、そんな大事なね白血球をね破壊してしまう抗がん剤をね何回も繰り返します。抗がん剤を繰り返し行うというのはですね、まあ、大体その4週間に1回のペースで行うことがね多いと思います。大体みんなそうだと思います、まあ、僕もね大体そのペースで、抗がん剤をやってました。まあ、その度にですね制限がね設けられましてね、まあ苦痛でしたね。でもその度にですね副作用が出てきて、まあ、しかもねその新しい副作用が出てくることもあるんですよ。今まで出てくると言われてたけど、まあ、出てこなかった副作用が急に出てきたりとかして、それにそのね前回にあった抗がん剤の副作用をこう引っ張りながらですよ、新しい副作用のダブルで来るので余計にしんどいから、まあ、制限されててももともと何もできへん状態やからっていうのもあるんで、まあ、僕の場合はね抗がん剤中は踏んだり蹴ったりでした。まあ、患者さんによってそれぞれ症状が違うし、まあ、もちろん使う、ね、抗がん剤の種類がね違いますので、まあ、出る副作用もね違いますので、まあ、みんながみんな踏んだり蹴ったりではありません。まあ、治療中の方はね、これから治療始めれる方は安心してください。誰もがみんなそんな感じじゃないんでね。でもその体に、対して先生が、使ってくれる抗がん剤っていうのがね、ちゃんとね、あるんで、それでしっかりね、治療していただけたらなと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。